ていう一言で表すような方ですね。その中でも際立って光ってましたから、めちゃくちゃかっこいいやんっていう。皆さんこんにちは、松井大輔です。今回小野伸二選手を語っていきたいなと。天才っていう言葉が一番似合う選手なんじゃないかなと。この79年生まれ、ゴールデンエイジ、まだまだ現役の選手、この年代から学んだことはすごく僕はたくさんあるので、今はもうコンサドーレ札幌で、まあフットサル、去年行った時にも札幌行きますと一歩入れたら、じゃあご飯行こうよ、すごく気さくで男気があってめちゃくちゃいい人っていう、もうそのままですね。小野選手と初めて松井さんをお会いしたのっていつになるんですか？アンダー世代、僕中3の時に関西先発とか選ばれて、まあ稲本君だったりいろんな選手と一緒に関西先発、新次君は東海先発で、もうその中でも際立って光ってましたから、その時にはみんなが知ってましたし、天才っていう一言で表すような方ですね。卒業した高校は清水商業ということで、清水商業見てましたね。まあ遠藤君と同じ年なので、ちょうど 1-3 で、まあ、憧れの先輩じゃないですけど、そういう存在でしたね。新次君とのエピソードで言えば、僕が19ぐらいのアンダー世代に入って J ビレッジに行った時に、もう新次君は日本代表もう18から入ってたんで、新次君は A 代表で、すれ違った時に、君たちが将来またこういう日本代表とか本丸を背負う日が来るから頑張ってね、めちゃくちゃかっこいいやんっていう、すごくしびれましたね。僕ら3人ぐらいで歩いてましたけど、楽しんでた。一緒にプレーされたのは五輪が最初ですか？オリンピック最初ですね。確かにそうですね。オリンピックはずっとトランプゲームしてましたからね。そうなんですか。バスの後ろでずっとトゥーリオと、まあ、トゥーと仲良かったんで、シンジ君が、はい、トゥーリオとずっとトランプゲームやってましたけど、でもなんかそのオリンピックの時もチームをまとめるとか、僕たちとのその差がやっぱ激しかったというか、もうシンジ君はその時フェノートでやってましたし、僕たちはまだ日本の国内でやってる選手多くて、ちょっと近づきがたいような感じでしたけど、はい、やっぱ人柄もそうだし、みんな親しい感じで接してましたけど、もうことグラウンドに入るともうそのレベルの差がやっぱり浮き彫りに出ちゃって、すごく新次君的には難しかったのかなと、合わせるのが。オリンピックはすごく難しかったようには思いますね。オーバーエイジ入ってくると。性格はどういう性格なんですか、小野選手って？日本も本当見たまんま、感じたまんまの方で、めっちゃいい人、誰が会ったとしてもめっちゃいい人って言います。ちょっと兄気分だし、気の利いた言葉もかけてくれる。ご飯行こうって言ったら全然いいよみたいな、フランクですし、僕が、ジーコに入ってラトビア戦かなんかでちょっと小野伸二君が怪我しちゃったんで、そこで、はい、まあ、初めて先発で出たりだとかするんですけど、なかなかこう一緒に A 代表で、プレーするってことはできなかったですね。自分もまだまだ、力が及ばなかったっていうのもありますし。なんか代表戦とかの中で小野選手との思い出とかエピソードってあります？ご飯代表で丸テーブル囲んだ時に、やっぱ新次君、稲本君、高原さんが一緒にいてこう仲いいなみたいな、うん、79年生まれの人たちがまあ多かったっていうのもありますし、新次君の時にすごい仲いいなっていうのはありますよね。まあ、黄金のカルテットっていう、あ、そうですね、のがあったんですけど、まあ、それ見るのもすごいジーコの時は嬉しかったですし、あとやっぱパス、ヤットさんもそうですけど、はい、そのパスの優しさだったり、アウトのこの、まあ、レッズ戦とかでもこうやって決めるんですけど、キックの精度は本当にうまいからこそ、やっぱ削られて怪我とかすごくされるんですけど、その後もやっぱめげずにじゃないですけど、復帰されていろんなチームをこう渡り歩いてますよね。やっぱすごいな。本当にフェイノールトもそうですけど、日本人初
じゃないですかね。今あの長谷部と鎌田君が優勝した EL、はい、初めてフェルノードで新次君が取ってるんで、海外も多いですよね。レッツフェルノルト、レッツボーフム、清水、シドニー、コンサドーレ、琉球、コンサドーレ。プロ24年目ぐらいじゃないですかね。僕は25年目。松井さんから見た、これは絶対みんな知らないだろうなっていう小野さんの一面とかって上がります。酒強いっていうイメージ。なんかでもすぐ受け入れてくれるっていう、なんか器の大きさをすごく感じますけどね。飲みに行こうって言えば絶対連れてってくれると思いますし。どういう話されるんですか、まあ、小野さんと食事行かれると。いや、僕もずっとサッカーの話を。あ、サッカーの話なんですか。サッカーの話をずっと質問します。へえ。僕は毎回、この時はどうでしたかとか、そういう話をもうずっと。でコンサドーレはどうですかとか、練習内容とか。今もうだから新次君はコンサドーレとかのスカウトも多分兼ねてると思いますね。見る目はもう本当全然違うんで。オランダのスナイデル選手、はい、今まで対戦した選手の中で最も上手いと思った選手はという質問に小野伸二と答えたらしい。スナイデル選手が小野伸二って言いますかね。その時点でなんかすごいっていうのを感じますよね、やっぱり、はい、中村選手がツイッターでの企画で、中村俊輔よりサッカーが上手い人はいますかという質問に、僕はヨーロッパに行ったら中の下くらいだと思ってます、J リーグの中ではこいつセンスずば抜けてると思ったのは小野伸二だけです。いやー、そうでしょうね。伸二君のトラップ動画で上がってますけど、ピタッと止まりますし、ファンペルシーも小野は天才、オランダ代表の練習で小野より上手い選手はいなかった。あー、それはすごいですね。オランダの代表のファンペルシーが言うんであればすごいですね。通算545試合まあオランダにフェイノルドにね、ずっといらっしゃったんで、はい、うん、そういう意味ではオランダの選手からはもうすごいリスペクトがあると思いますし、 EL 取ってる、ね、選手なかなか日本人ではいないんで、みんながやっぱ認める選手ですよね、うん、もういないんじゃないですか。だからこうやって天才と言われるゲームメーカー、はい、ファンタジスタっていうネーミングが似合う選手がだんだんいなくなってきましたけども、もうそういう選手がね、なかなかこう出てこれない、まあ、遊び心が楽しいっていう選手が見てて面白いとか、そういう選手になかなかね出てこないんで。松井さんにとって小野伸二はどんな選手だったかっていうのは一言で、まあ、僕らの世代からしたら憧れですよ。またねどっかで試合したいなっていうふうには思いますし、まだあの札幌でされてるんで、これからもずっと試合に出てもらって、こちらはずっと応援しております。またご飯に連れてってください。ありがとうございました。